さんもずるいじゃないですか。なんで後ろに下がるんですか。動画撮るって動画撮るって言ったらそこからこっちに移動した。ずるいんですけど、私顔大きいの大バレじゃないですか。いやいやもうちっちゃいですよ全然ね。ちっちゃくないです。顔がでっかい。卵ぐらいですよ。これから言いますと本当に。あ、ちょっと待って。口からなんか出そう、なんか出そう、なんか出そう。何ですか？ブワッって。ハト出ちゃったこれね。ハットしました。ハットしたでしょ。ハットトリックっすよ。ハットトリック、うんね、いつからマジシャンもやるようになったの？マジシャンじゃなくて僕あの面白いこと言う時って絶対あの、はい、口からハト出るんですよ。そういう体の仕組みなんですね。そういう、はい、バディなんですよ僕。珍しいです。こんな感じ入ってたから。そうなんですよ。見てください。ダイエットインストラクターの腹じゃないっすよこれね。ほら見てくださいこれ。あ、待って。あ、動いた。え、中から蹴ってますか。あ、ちょっと待って、蹴った。今。ちょっと今、肌が見えてたんで。肌見えちゃったでも、ここいつもケアしてるからね。そう、そうってる。髭脱毛してるし。髭脱毛してるの？髭脱毛してるし。じゃあ、朝こういうことやることないんですね。します、倫理法人会楽ですね、行くの。楽っす。早いもんね、朝倫理。4時で起きですよ。明日もそうですよ。そうそう、倫理法人会の仲間なんですね。そうです。越谷の倫理。越谷、新座式です、うん。はい。なのでね、ぜひね、遊びてください。草加の倫理の方から、大徳は安田さんと知り合いなのかってんで、よく知ってますよって言ったら、おぉ、そんなのか、言われました。草加の倫理も行こうかな。あの近かったかな。草加いいですよ。大きいから。松原団地も、新年かな。あら、そっちの方ですかね。あの、いや、違うと思ったけどな。草加どこだったっけな。ちょっと今、会場変わったような気がします。変わった。なんか臨時法人会場。早川純ちゃんのところですよ。会長が。ね、純ちゃん、いい方ですよ、それで。ぜひ行ってみて。行ったことないの？行ったことない。越谷と。埼玉県で一番大きいですよ。あ、そうなんですか。埼玉県で一番大きいのが草加。埼玉市ではないんだ。じゃないです。2位どこでしょう。越谷。そう、腰が結構、腰が一番動員数が、動員数というか、会場も大きいし、会場も最高ですよ。ね、腰が大好き。でも、四季の倫理法人会の、そう、顔でいらっしゃいます。そう、いや、まだまだ。あったかいし、あの、こじんまりとしたところやるんですけど、一回来てもらう。またね、朝食も美味しい。そう。ホテルの、そう、ホテルのね、食べ放題。ね、そうなんですよ。でもね、もう変わっちゃったんですよ。あ、変わっちゃったんですか。あのホテルから今はボーリング場になったんですよ。ボーリング場。あ、ボーリング場行った後は近くのファミレスで食事会に変わっちゃったんですよね。じゃあビュッフェは食べられないんですね。食べられないです、今は。講師で行った時楽だったんですよ。そこに泊まって、そのままさ、ね、講話して、そのまま下に行って、レストランで。すごい楽だったんですね。そう、このまま降りていければいいやけ。そうそうそう。あ、講話の時上上がって、また、そう。朝食したみたいな、ね。あの時はね、トビタさんって人がね、送ってくれたしね。そうそう、トビちゃんね。トビちゃん元気？ダイちゃんのお仕事関係のお客さんだった。あ、そうなんですか。トビちゃん見てる？元気かな、本当に。いや、誕生日メッセージも送ったんだけど、大丈夫。全然会ってないし。そうですね。心配してます。なかなかね。来てくれたんですよ、僕は。あ、そうですか。はい。あ、そうそう、本職何か言ってなかったです。お笑い大トインストラクターなんですね。そうです。僕は。でも、そう、もともとは、ほら、エンタの神様で私は覚えてますよ、ヘビメタベ。見てくれてありがとうございます。魔界ロックス。あの、叫んでる人だ、みたいな。そうですね、ってやってね。そうそう、腰が低いと。叫んでた。そう、そういう原因風だったんですけどね。で、やっぱりあの、芸人だけじゃ食っていけないので、普段は肉まんの先っちょねじる場合とか、ベルトコンベヤーで運ばれてる肉まんをこう、ねじるというね、そんな仕事で頑張ってますけど。それが今もう、休みがない。そうですね、ほとんど、まあ、ありがたいですよ。もうソフトスケジュールからハードスケジュールに変わりました。パソコンみたいですね。そう、昔は超ソフトでしたから、もうね、だってスカスカでしたもん。仕事ばっかりだったんですよ。今だと2本とか3本あったりするんで。ああ、すごいですね。すごい嬉しいですね。素晴らしいです、でも疲れないんですよ、俺が好きなことやってるんで。いいな。なるほど。でもすっごい疲れる瞬間が何でか知ってます？滑った時。滑ると、どんと来るね。もう1ヶ月分の疲れがドーンとそこに来ます。精神的に来るってこと？精神的に来ます。もう1日落ち込んでます。だから受けると、やっぱりもう1日がもう当たる。はい。やっぱ芸人の仕事でそのものだなと思いますよね。頑張っていきたいと思います。これ持ったまま喋って。これ持ったね。そう、さっちゃんもやってみ？できないでしょ。これ難しいの。なるのかなと思ってた。なるよ。こんなスカスカなの。それ子供のおもちゃですね、お風呂で。すいません、それが一緒しちゃった。そうでしょ。さっちゃんね、天然なんですよ。マジで。さっち
ちゃんもね、まあちょっとこれね、ここにこうしてね、こうやって隠すんですよ。で、覚えてやるんですけどね。やってみて。あ、でっかい。見えてる、見えてる、見えてる。ちょっと待って、私の手だとなかなか見えないぞ。いやいや、手の大きさ関係ないから。こう？ああ、でもうまいうまい。それでやってみて、膨らませてみて。そう、もう上って。あ、うまいうまいうまい。うまいうまい。なんだ、すげえうまいわ。下手くそかって言おうと思ったらうまかった。膨らむ仕組みになってます、これ。そうそう、膨らむんですよ。うん。これほんとね、家に5体ぐらい持ってますけど。そうですか。取られちゃうんですよ、たまに。あ、そっかそっか。たまたまお姉ちゃんとかに。うん、芸に使われちゃう。いつまでかね、取られちゃったり。じゃあまとめ買いしなきゃいけないです。結構持ってます。はい。これ結構ネットでしか売ってない。あ、ネットでしか売ってない。ネットでしか売ってません。はい、昔高かったんですけど、今ちょっとね、安めになってきまして、うん、はい、鳩ですよ、これ、鳩。本物の。普及してます。はい、普及ね、してもらえればと思います。そうそう、あとさ、あれですよ、まあ、はい、痩せナイトさん筆頭に、実は痩せさん兄弟っていうのもあって、そうですね、副長なんですよ。インフィックスの長友ジョセンさんが、勝手にネーミングしたという。はい、僕、痩せナイト。ジョセンさんが痩せ体臓。痩せ体臓。体臓。私が痩せ太鼓。痩せ太鼓ですよ、ね。痩せ三兄弟。この三人の営業も待ってます。そうですね。待ってまーす。はい。ダイエットトークしますから。まあ、私たちは歌とボケで。そうですね、ボケとね。で、僕、ツッコミといろいろとやりますけどね。本当ダイエットね、知識だけはありますので。はい、このこちらね、痩せ三兄弟さんがやったら、これはもうドッカンドッカンですよね。そうですよね。ドッカンドッカン。まあ、さっちゃんがね、天然かましてくれるんで。はい、ジョセさんと僕で突っ込んで笑いとるってね。ジョセさんも面白いですからね。面白いですね。もう、芸人かと思うぐらい。ずっと喋ってる。そう。面白いこと。そして、あれだけ歌がうまいというね。そうですよね。そう、羨ましいですよね。いや、だから3人でちょっとね、もっと太ってね、オペラ歌手になろうかなと思って。オペラの世界に行ったのかなと思って。おーっていうね、すごい、裏から声出すようなね。太い声が出るように頑張りたいと思います。なんか痩せ三兄弟の曲書こうかな、ね、あ、いい、あ、書いて書いていいね、それいいと思います。なんかちょっとほら、だってエレキ弾けるじゃないですか。弾けます弾けます、ね、ジョセさん歌えるでしょ。アコギ、ジョセさん、私のアコギ下手だから。いやいやいや、僕も上手くはないですけどね。あ、それいいっすね。リードギター入れられるじゃん、うん、ギターでね、うんうんうん、ライトハンドとかしちゃいますよ。頑張る。ソロで、ね、なんか作って作りましょうよ。そのテーマ曲1曲とダイエット曲。ダイエット曲。あ、じゃあ作詞して。俺が、あれっすよ、痩せたい曲作りますわ。痩せたい曲、うん、あ、痩せたいけどあるあるみたいな。なんか結局セリフとか言ったら面白いですよ。そうですよね、だけどみたいなね。だけどどうしても食っちゃうんだよねみたいな。あとちょっとコールアンドレスポンスみたいなのも入れる感じで、ね、あ、いや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 、ね、あ、それいいですね。あ、それいいですね。最後に残念とかって言うんですか。そうですね、それバケになっちゃうんですね。あ、それやりたいな、本当にね。うん、そうですね、それぜひね、やってみましょう。日があれば曲はとりあえずとつけられる。お、私とりあえずかっこいい曲になるかわかんないけど、かっこよくしてください。ちょっとね、歌詞の内容は切ないので。痩せたい曲ですから。はい、これさっちゃんのロックデビューかもしれませんね。ねえ、メタルとかでね。メタルデビュー。ロック歌えない。さっちゃんもええとか言って、お前ら頭震えとか言ってる。頭震えとか言ってさっちゃんが言ったら面白いですよね。ロック歌えないよ。ロック歌えないですよね。じゃあパンクで。パンク歌えないよ。もっとダメ。じゃあデスメタルで。もっとダメ。あ、もっとダメか。ね、声潰しちゃいますからね。なるほど。はあ、まあつうことでね、まあさっちゃんとはね。もうちょっといろいろと仲がいいんですけどね。そうなの、だからもうちょっともう、まあ、いいや、言えない。言えない、何を。エロすぎた。誰がやよ。僕ら別に付き合ってないですからね。はい、もうラブじゃなくてライクです。そうそうそう、お互いライク。まあ俺はラブだけどね。ありがとうございます。ライク。軽いライクだから、ライトライクだよ、ね。ライトライク。なんか仕事上の付き合いするみたいな感じでね、つうことでございましたね。そうで、そんな私たちの放送、はい、うん、ナイトさんがゲストの放送は暗記しなさいって感じですけど、12月なんですよ、ね、そう、めっちゃ見てるよ。めちゃくちゃ見てるでしょ。自分で原稿作ったのにすごいね。12月の9日ですよ、まず9日。そして12月の16日です。越谷 FM 86.8 メガヘルツ、もしくは16日とね、そうです、リスンラジオのアプリで、うん、はい、お楽しみいただけるです。夜の9時、あ、19時、夜の7時ですね、はい、はい、そして迫ってきます、はい、11月17日、林美里さんとの
一緒の美里ちゃんタイプ、綺麗なお姉さんですよ、うん、ジャズのやばい、綺麗なお姉さん2人がね繰り出す漫才ですよ、エロ漫談、エロ漫談エロ漫談しますよね、ある意味それはすごいけど、うん、ぜひ待ってます、一緒に楽しんで、フレンチはね皆さん2人でオリジナル曲も作ってますよ、マジで、はい、痩せたい歌ちょっとパイパイの歌、何それやパイパイとか、それペイペイでしょ、あペイペイ、かぶっちゃいますからね、かぶっちゃいます、はい、はい、11月17日ですね、はい、CM です、はい、10円ですね、はい、今週、あ、今週って言っちゃったの、大丈夫、動画だからスタートアップする、そうか、じゃあ11月17日だから今週の日曜日ですね、いや俺も何もなければ行きたかったな、来てほしいかな、お祭りの司会ですよ、うん、あ、そうですか、いろんな今、うん、イベント、そう、安野さんはね、あちらこちら結構ね、そういう MC でね、ありがたいです、すごいですよね、そうそう、売れっ子なんですよ、売れっ子、下ネタしか言わないですけどね、やだ下手しか言わない、倫理法人会で朝からそういう話しします、真面目な話もしてるんだけど、9割9分9厘いつも言う、9割9分9厘、うん、0.01 ぐらいちょっといいこと言うというまあだからするといいことが目立つという、そうですね、引き立っちゃう、マジでだって僕今芸人続けてるのはうちの親父の遺言ですよ、うちの親父はね、死に方は選べないけど生き方は選べる、だからお前の好きな芸人っていう道で頑張れって言われたんですよ、うん、それ言われて親父の遺言として僕は、うん、雷がドーンと落ちて、うんうん、涙止まんなくなって、うん、じゃあ俺もう好きな道で行こうと思って芸人続けてられたんですよ、お笑いダイエットインストアラクター、そうですそうです、唯一無二の存在だ、そうですね、ですね、さっちゃんもじゃん、唯一無二じゃん、まあ人はみんなねえきっとそうですよね、そうありたいですねこれだけのビジュアルですよ。これだけのビジュアルなのに彼氏いないんですよ。彼氏いねえでやるの。そうなの、待ってるの。ねえ、このビジュアルでね、このわがままボディですよ。何それ、はい、彼氏募集してまーす。イエーイじゃねえ。イエーイじゃねえ。本当に募集してんのかよ。あの、勇者はメール待ってます。じゃあ、さっちゃんのタイプの男の人をちょっと言ってください。まあ、自分より男っぽい人がいいかなと思って、うん、それを。それ難しいな。まあ、って言ったら、うん、主人にね。主人とかずつ、あ、僕だから主人かと思って主人に主人いるのかよと思って、はい、主人、うん、主人さん、そうそうそう、そしたら、うん、絶滅してるって言われちゃった、まあ、そうそう、そういう人はねでもさっきなんかね、さっちゃんね、オフトークじゃないけど、うん、ね、曲中に話せた内容で、うん、スポーツしてる感じの人が好きって言って、あ、ね、そうですね、スポーツマン好き、大好き、ね、スポーツマンじゃなくてなんかスポーツやってる感じの人が好きって、うん、まあスポーツマンとかそういう雰囲気とかやってる風がいいんでしょ、やってる風ってそういうオーラとか、オーラ、スポーツやってるオーラってどういうこと、な、分かりません、なんか俺スポーツやってるオーラある、あんまない、ね、やってますよね、ボクシング指導されてますね、まあ、ボクシング指導は最近もうすごいよね、もうね、プニプニですけどね、あ、やっぱりまた結構うん、マッチョが好きなのかな、マッチョってわけじゃないんですけどスポーツやってるその締まった体とかオーラとかが好きです、ね、前川崎の女性の方、うん、なんだ名前忘れた、リリアやっぱりやってる、名前どうせちょっと川崎、埼玉に住んでるけど、竹田純子さん、あ、竹田さん、うんうん、竹田さんがさっちゃんへのアドバイスは、さっちゃんは男性的なんだから逆に女性的な男性の方が釣り合うっていうふうにアドバイスしてましたよ、竹田純子さん絡んだの、うん、去年、すごいね、あの人面白いですよね、面白いです、すごい人生歩まれてます、すごいですよ、はい、俺よりすごいですよマジで、はあ、そうです。で、そのアドバイス、うん、そのアドバイスが、さっちゃん男らしいんだから、やっぱり女性らしい男性のものが釣り合うんじゃないって。やっぱりいろんな人から男らしいって言われるの、どうしよう。そうか、さっちゃんじゃあ、あれだね、草食系だね。うん。さっちゃんでも肉食系なの？エロいの？さっちゃんエロいイメージないけどな。そう、それも悩みの、なんか色気がないじゃないですか、全然。いや、色気がないわけじゃないけど、エロの要素がないかな。そう、それいろんな人から言われる、なんか。いや、今度さ、ここなんかくるんでっちゃうじゃん。ここハートとかにくるんでっちゃうじゃん。この服で。キューティーハニー。そう、キューティーハニー。こうハートがどれだけ、ね、いいもん持ってんだから。そうか。もったいないですよ、ほんと、さっちゃん。それを見せびらかさないと。ハートで。それ漫画じゃないですか。いや、ほんとほんと。そういうの来てね、ラジオやったら面白い。動画で。動画ぜひぜひ見えるラジオ見えるラジオ俺絶対ファンつくと思うけどなそんなんで世界の人歌えないだよね、でも逆に有名になりますよ、そのギャップに、ギャップにすげえいい歌歌っててなんでここハートやねんっていうハートでちょっと見えてるやんみたいなちょっと出てるやんっていうね、それが面白い、なんかでも
お笑いですね、ちょっと。そうそうそう。その方が唯一無二になるでしょ。ある意味。おっしゃる通りですね。ほら、ほら、ほら。私、でもあれはやりたいと思った。妹綾子ビジュアルで番組やりたいなと思ったんだけど、そしたら。あ、前に変えたりとか。うん、だったらそしたらもうここに肉って書けない。肉マン。あ、そうか、そうなっちゃうから、でも著作権上まずいよね。あとはパンダメイクしたりもね。こうやってパンダにして。あの肉じゃなくてネギだったりして。そう、ネギだったりね。越谷ネギ。あ、越谷ってネギが有名なんですか。そうなんです。深谷じゃなくて。そうです、越谷ネギっていう品種があるんですよ。そうなかったそれ。それがあの、ネギ大好き。千住の方とかに行って、あの、今度は千住ネギとかって名前に変わっちゃうらしいんですけど。あ、そうなんですか。高級ネギで、高級ネギで出てるんだそうです。あら、マジっすか。美味しいの。本当に鍋とかにすると美味しいし、まあ何でもできるけどね。ねえ、さっちゃんがね、一人暮らし始めたっつって、みんなでね、鍋行こうぜ、みたいな。鍋パーティーしようぜ、みたいな。ねたこ焼きパーティーもできるよ。できるね。俺あとね、あのね、夏ね、一回しか使ってないんですけど、流しそうめんセット買ったんですよ。おお。洗うの大変なんですけど、あ超盛り上がる。ああ、そうですね。ここでできそうじゃないですか。ここでもできる、ここでもできる、本当に。なんかね、こう、こんぐらい大きいんですよ。あ、でかいですね。てくるんですよ。わ、すごい。滑らないみたいな。子供たち喜んだの。絶対喜びます。いや、大人でも。でもね、洗うの超大変です。大変ですか、もう。分解して、あ、そうか、全部洗わなきゃいけないんで、すっげえ大変でした。でも、面白い。うん、はい。じゃあ、ぜひ今度ね、動画でやれればと思いますので。はい。もう、あと、やせさん、兄弟でやりたいな。やりたいですね、3人でね。ね、あれ、話したらどうなったのかな。今ね、継続中です。必ず、来年にはちょっと、実現できる。繋げたいですよね。頑張ります。ボールとかでもね。そうですよね。本当にね。その時はぜひ皆さん来てください、ね。笑って泣ける。笑って泣けるエロトーク。なんてエロいんですか。ね、そうか。そうしたがりますね、なんか。いや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 。さっちゃんなんかこれでエロかったら面白いもんね。清楚すぎるから。なんかね、バイバイとか言って。それだからピーピーだって。そうかそうか。ね、ピンピンの。あ、そう、そうですね。作ったんですか、それ。いや、そういうのやったら面白いな、私、こんなに出るんだよ、みたいな。ね、そういうのやってもやばいな、俺、ほんと、もう、クソエロいですね。ダメですね。ちょっと、終わりにしよう。さっちゃんのキャラがね、はい、ということで。ね、これ、すごい再生回数だと面白いですね。痩せないと。長すぎるから、長すぎるとそんな再生回数。これ、カットですよね。でも、このまま上げちゃいます。え、マジで、はい、すっげえ。だもん。あ、なるほどね。ノーカットでいきます。ノーカットでじゃあお願いします。はい、はい、ということで、ことで楽しんで食べましょう。痩せられました。イエーイ。ありがとうございました。で、ありがとうございます。どうもありがとうございました。イエーイ。